剣と魔法の世界、ウルフレンドの真中、火山の島ブルガンディ。島にそびえるポンペイと火山の火口より地中深く闇の底にあるは邪悪なる神の神殿。忠実なるしもべたちよ、いよいよその時が来た。すべての民人が私をあがめるその時だ。しかしその前にやらねばならぬことがある。地上の八つの種族が守っている七つの秘宝を手に入れたい。行け、選ばれし者たちよ。そしてすべての秘宝を集めてくるのだ。あはー、大いなる黒騎士ネフェルーだよ。ここに忌まわしきウルムの書の予言通りに天界の神々に守られし光の子がこの神殿の上にある。ブルガンディの町に今朝誕生した。子供は成長して騎士となり私の大いなる敵となろう。赤子のうちに消してしまいたい。言ってくれるな。はっ、そこで見ている男、預言者タリエシンよ。命が惜しくば私の邪魔をするな。ヒューマンの神である私をあがめよ。さればお前に力を与えよう。ここは預言の塔。しまった、ルフィアよ、ゾールに気づかれた。もはや一刻も猶予はならない。闇の軍団が動き出したのだ。早く光の子を助け出さねばならん。はい先生、直ちにブルガンディへ向かいます。いや待て、ブルガンディは危険すぎる。人々を助けるにはお前は足でまといだ。そんなお前には別の使命がある。弁具城に行きなさい。そこで光の子に出会うだろう。弁具城で？でもどうしたら？騎士の家に生まれし魔物使いの子供、その神戸キララに輝けり。ウルムの書にある手がかりはこれだけだ。しかしお前は必ず出会うだろう。光の子は赤子ではないぞ。13歳のはずだ。このダルトで武器と防具を買っておやり。闇が動き出しておる。くれぐれも気をつけるのだよ。はい先生、先生もお気をつけて。こうして魔術師ルフィアは予言の塔を後にし、光の子を探索するのだった。どうもタブヤンです。今回はタモス実況、RPG のモンスターメーカー7つの秘宝、プレイしてみたいと思います。1991年ソフエルさんのファミコンソフトですね。早速やっていきましょう。このゲームね、ただいま留守にしています。このゲームカードゲームが元ネタらしいですね。壮大なストーリーのRPG ね、オープニング見てもらいましたけど、この今操作しているのが光の子、主人公ではなくてルフィアという魔法使いの女性ですね。よくあるパターンでね、年齢は不明ですね。魔法使い若く見えるけど実は100歳とか。レベル3なんだね。見習い魔法使いって感じかな。ここは？あ、弁具城。ようこそ弁具城に。しかし今、城は大騒動なのです。光の子を探さないとね。行方不明のお姫様を見つけるとすごいご褒美だそうよ。あ、そう。ここは？魔法ギルド。ようこそ我がギルドへ。カードを使うのは誰かな。マジックポイントをカードに封じ込めるのかね、それともマジックポイントに戻すのかね。
よくわからないこと言ってるな。ここは留守のようだ。防具屋さん？武器屋さん？まずは主人公を見つけたいよね。エルフやドワーフと戦っちゃダメだよ。なぜ？列の後ろのやつは剣ではやられないが、自分も剣で攻撃できん。弓矢を使うことだ。ほう。こんにちは。光の子？そんな子知らん。おじさん、ウルの剣か。わしも若い頃には試したがの、抜けるのは光の騎士だけということじゃ。あ、こんな町のど真ん中にウルの剣だわ。光の子になら抜けるはずよ。ああ、じゃあここ戻ってくればいいんだね。ウルの剣、グリンの木はダンシネインの森にしかないわ。昔はここにもあったのに。ここは寺院、ここは弁具城の寺院。魂の救いが必要な時はいつでも来るがよい。慈悲深き神の祝福が常にあらんこと。さっきのオープニングのやつは邪悪の神なんだね。なるほどね。こんにちは。地理のお勉強をしたい？いや、まだいいや。おせっかいかもしれないけれど、カードは魔法ギルドで MP と交換するのよ。カード。カード使う。カードがありません。あー、カード持ってないね。こんにちは。輝いている子供を探しているとな。知っておるとも。子供はみんな輝いているものじゃ。そういうオチか。ここがお城か。王はご病気、姫は行方知れず、さらにその闇の軍団が攻めてきたら、へえ。王様がいないのか。あ、病気か。俺はどうしたらいい。大臣はいないの？王様のご病気にはグリンの実が効くと姫様がおっしゃる。あ、じゃあ姫様はグリンの実？何だったっけ？グリンの実を探しに行ったのか。おお、タリエシン様のお弟子ルフィア殿、良いとこへ来られた。ご病気の王は姫の失踪でついには寝込んでしまわれた。もし姫を無事見つけ出してくれたなら、500を取らせるゆえ。そんな金に釣られることなんかしませんよ。まあついでに、あくまで姫をね、探しに行くんですからね。まあ500はね、うん、まあまあ気持ちだけ受け取っておきますよ。姫を探しに行く旅か。じゃあ、光の子ここで会えるって言ったじゃんね、あの預言者。嘘ばっかりだね。おいおいおいって感じだね。こっちはいけない。武器屋も開いてないんでしょ。なんだこれ、この魔法的な魔法使いだもんね、このルフィア。あ、ルス。全部留守か。どうかお気をつけて。わからないまま行くことになったね。あ、どっちなんだろうこれ、わかんないじゃん。こっち行ってみるか。ダンシネインの森。うわー、こういうダンジョンになってるんだね。姉さんもメディア姫を探しとんのかね。どうかあっしもお仲間に。宝具屋山分け、ハッタタス、誰だ。はい。おお、仲間になった。なかなか癖のある RPG ですね。カードゲーム RPG。 カードをめくって道を切り開いていく。おおほうほう。
なんだ、敵か、ワーム、戦う魔法ありません。魔法使いのように魔法ないの？マジか。ハッタタス頑張れ。もう死んだ。ルフィア早い、めちゃくちゃ強いじゃん敵。何これ、なんか違うねここ。でもよくわからない、ハッタタスしかいないんだけど、戦い続くの？あ、勝った。もうルフィア言えないんだけど、どうしたらいいのこれ。アイテムはなんか持ってるの？あ、何にもないじゃん。嘘。ロバ、話す、話す、違うのか。戦う、味方っぽいけどね、ロバ違うのか。よし、倒した、ナイス。何これ、タムローン。おお、やった。あ、これ、おお、めちゃくちゃ強そう、タムローン。全然いないじゃん、お姫。こっちかな。あ、出口？さらに進むの？もう一気に行きたいね、これ。こんな森になんか、なんとかの実を探しに来てるんじゃないの？姫。あ、グリーンの実。はい。あ、これでもういいんじゃないの？帰れば。あと姫がいるはずだよね。もうオートでいいか。オートバトル。ああ、やっぱりタムローン強い。ハッタタスもうダメだね。ナイス。姫探そう、姫を。わ、めちゃくちゃ強いじゃんこのタムロン。ゲームバランスがどうなのこれ。絶対姫いるでしょどっかに。こう、これ宝箱、はい、誰が調べますか。タムロン、バクラーを手に入れた。なんかそういう宝箱を調べるっていうのはなんかウィザードリーっぽいね。どっかにいるでしょ姫。あれ、行きづらい。何これ、結局全部開けるしかないんだ。泉、匂い、誰が嗅ぎますか。ハッタタス、美味しそうな匂いがする。おお、飲もう飲もう飲む。誰が飲みますか。ルフィア、何も効果がなかった。ルフィア生き返らないか。ヒットポイントマックスだった。いいねー。操作しづらいな、この。おっと、何もないとこで敵出てくるんだね。ハーピー。倒せ、倒せ。わあ、もう、タムローンいれば勝てる。よしよしよし。これでお金をいっぱい稼いで。うわ、まだ奥があるのか。絶対姫いるはずでしょうよ。あ、グリーンの実。もはや主人公いないし、主人公のサブ主人公みたいなルフィアも死んでるし。どういうことなんだこれ。普通なんかルフィアが死んだらもうゲームオーバーでね。最初からって感じだと思うんだけど、なんか脇役2人が頑張ってますよ。恐怖、ルフィアたちは恐怖に駆られ元来た道に引き返した。何これ、これ以上いけませんね。どういうことだ。
ラクーナ、こっちにはいなかったぜ。こっちは私が探してるんだ。来ないでよ。あ、ラクーナ、セクシーですね。仲間になってほしいな。これは大変だ。早くお坊様に。慈悲？いくらだろう。わあ、240もかかるの。ぼったくりだね、ここ。うわあ、ひどいな。今度こっち行ってみようか。左、ゾール神殿。ルフィアよ、まず自分の使命を果たすのじゃ。ああ、お師匠さんみたいな人か。さっき行き止まりだったじゃんね、もうね。ルフィアたちは恐怖に駆られ元来た道に引き返した。こればっかりじゃん。何これ、なんかそのあれかな、メンバーがビビるやつばっかりなのかな。どうしたらいいんだろう。地理のお勉強したい。ウルフレンド大陸は南のメルドーラと北のノールドに分かれています。私たちヒューマンの住むメルキアはメルドーラの中心の連合王国です。ここベングはその南の端です。だからといって何も別に変わらないな。あの恐怖っていうのをなんとかしないと前に進めないんだよね。こっち戻ってもどうもできないよね。わあ、もう八方塞がり。なんだこのゲーム。結構なんか特徴的なねシステムで楽しいんだけど、謎が深すぎる。まず自分の使命、恐怖に打ち勝つということか。ということで今回はここで区切りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。タイトル画面を見てお別れしたいと思います。リセットなモンスターメーカー7つの秘宝。いやでも本格的にプレイするとなんか奥深そうなゲームですけどね。主人公に会わずに終わってしまいました。主人公に会うためにはお姫様に会って、会わないとあ、いけないと。で、お姫様に会って王様の病気を治して、王様から光の甲のね情報を聞くんでしょうね。いや、また機会があればいつの日かプレイするかもしれません。それではまた次のレトロファミコン RPG でお会いしましょう。さよなら。